どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日はですね、こちらペヤングモノホン豚骨マックス買ってきました。ペヤングさんね、本当最近すごいね。なんか月2、3個は新作出るみたいな感じになってるんですよ。こちらにですね、もちろんベストソースを入れて食べていきたいと思います。これね、統計出てます。これ系は割とすげえしんどいってわけではない。まずね、これをそのまま食べて食レポをした後にカレーを入れていきたいと思います。早速準備していきましょう。豚骨系とかさ、ラーメン系とかナルトとかが入ってるんだよね、かやく。あ、やっぱそうだ、これ系ですね。メンマとナルトが入ってる、これですね。多分これが豚骨マックスなんだろうと。あ、ふりかけは入ってないです。今回はこちらの2点ですね。早速お湯の方を入れていきたいと思います。さあ、完成しました。めっちゃね、豚骨のいい匂いしてますよ。すごい。まずノーマルモードからいただきたいと思います。いただきます。うん、しっかり豚骨、美味しい。結構濃厚なね、感じをイメージさせる感じの豚骨なんで、結構パンチがありますね。なんかスープがないからそういう風に見えるのかな。結構パンチありますよ、美味しい。さっさっさ、ではね、ベストソースの方入れていきましょう。もうね、ほぼほぼ終わりが見えてます。よっしゃ、頼むよ。あー、意外と豚骨系ってこういうのあったりするんだ。よし、入れすぎたかな。こんな感じになっております。もうね、1年ぐらいやってますからね。一番最初のデスソースやってから多分2年ぐらい。あの時は罰ゲームでやっただけだったんで、単発で終わったんですよね。まさか この大きなね、長い企画でやるとは思わなかったです。匂いはそうでもない、色が色が変わった。早速ね、思います。うわ、パンチある。辛いけど、なんだろう、ちょっとね、やっぱこの豚骨がまろやかにしてくれてる。あ、でも辛い。もう2滴ぐらい少なくてよかったんだな。はい、完食しました。あ、辛い。や、最初すごいいい感じに豚骨にコーティングされて、口の中に入った瞬間ボーンって爆発するぐらいの辛さ。やーばい、えぐいえぐいえぐい、こんな辛いのっていうぐらいの勢いですね。やーば。でも豚骨マックスは美味しい。で、お好みトッピングで紅生姜とか高菜とか、あの豚骨ラーメンにトッピングされてるようなものちょっと足すとね、また多分バリエーション的に味が変わってくるので、結構ね、楽しめる感じのペヤングになっておりますので、ぜひね、気になった方ね、買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。